ア津藩、ア津藩は、道の区、後の岩城ア津郡を中心に、現在の福島県西部と新潟県及び、栃木県の一部を治めた藩。藩長は、若松城、ア津若松市。最大藩とは、道の区国北ア津郡、山郡、川沼郡、大沼郡及び、越後国東神原郡、下谷国塩谷郡の一部、三井村。戦国時代、地方は、 後の合津若松である黒川を本拠とする戦国、大名の足名家の両国であった。足名氏は合図主を自乗して、誠意を振るったが、後継者争いや、家臣団の権力闘争など内紛を繰り返して、次第に推備し、天正十七年、1589年6月5日に、足名義弘がすり、上原の戦いで、伊達政宗に大敗して、義弘は、 実家の日立佐竹家,家を頼って落ち延び、ここに足名家は滅亡して合図は正宗の支配下に入り、正宗は黒川を新たな本拠とした。天正18年1590年7月に小田原征伐で北条家を滅ぼした、豊臣秀吉は8月9日に合図黒川に入って欧州仕置きを行う。正宗は小田原征伐に参陣していたものの、 前年の合戦が秀吉の出した総武事例違反と、みなされて、合津地方及び、周辺地域は正宗から没収された。秀吉は仕置において、検地や、刀狩り、自社政策など所持を定めて記録し、合津には、ガモウ・ウジサトが万国で入部することとなった。後に検地と和夫でウジは九十二万国を、領有することになる。ウジは、織田信長に、 その非凡な才能を評価されて、信長の次女、総王院を正室に迎えることを許され、信長没後は秀吉に従い伊勢松坂に十二万国の所領を得ていった人物である。秀吉も宇治里の才能を認め、東北の伊達政宗や関東の徳川家康を抑える、数用の地に大量を与えて入部させたのである。宇治里は、黒川を若松と改め、故郷の大海日野から、 商人や職人を呼び寄せ、城下町の建設、武家屋敷を分離させた町割、り、黒川城を新たに七層の天守を持つ城を築いて、現在の藍津若松の基盤を築いた。文禄四年、1595年2月7日に、宇寿里は死去した。着死のガモ秀行、数え13歳が後を継ぎ、家康の娘、古姫、正清を正室にしわせた。だが、 加毛家中で、重心感の内紛が起こるようになり、慶長三年、1598年1月、秀吉は、家中騒動を理由にして、秀行を、宇都宮十二万国へ原放した。ただし、秀行の母、すなわち、宇治里の性質が美しかったため、宇治里没後に、秀吉が、即出にしようとしたが姫が、二になって、定説を守ったことを不愉快に思った、説。 秀でが家康の娘、三女のふ姫、正清まをめとっていた親家康派のため石田、三成が重心官のいさかを口実に元宝を実行したとする説もある。代わって、越後ごか山から上杉影勝が入部した。領地は、加のう丘領とでは将来に佐道を加えた百二十万国であった。継承は、戦国時代に軍神の異名を取った。 上杉謙信の養子、実は老い、聖母が、謙信の姉戦闘員である。しかし入部から間もない8月18日に、秀吉が死去し、次の派遣を狙って、徳川家康が台頭する。これに対抗しようと豊臣家後奉行の石田三成は、上杉家の家老である、直江エ続くに接近し、直江は、継承と継承4年、1599年8月に、 合図に帰国すると、寮内の参道を開き、武具や浪人を集め、28の市場を整備するという軍備増強に出た。継承、建属主従は、慶長5年1600年2月から、若松城に変わる新たな城として、若松の北西およそ3キロの地点に位置する高座市村に、高座市場の築城を開始した。しかしこの軍備増強は、 隣国越後の堀修司やではの最上み吉光らにより、家康に報告され、また、上杉家中でも、和平を唱える藤田新吉が出奔して、江戸に落ち延びたため、家康は継承に弁明を求める使者を出したが、継承は拒絶し、家康は諸大名を集めて、合図征伐を開始した。口座史上追記は6月まで続けられたが、家康率いる討伐軍が江戸にまで来たため中止し、 白川城の集築が急がれた。7月、下野小山で、石田水成らの挙兵を知った家康は、次男の結城秀康や娘婿のガモ秀行らを、宇都宮城に牽制として残し、8月に成城を開始した。なおえ金継は家康を追撃しようとしたが、上杉城の北に位置する、もがみ光や伊達政宗らの構成もあって、追撃断念した。9月15日、 関ヶ原の戦いで、石田三成の西軍は壊滅したため、家康ら東軍の圧勝に終わった。継承は11月に家康と和睦するために、重心の本城茂町を上落させて謝罪させ、自らも、慶長6年、1601年8月8日に、結城秀康に伴われて、伏見城において、家康に謝罪した結果、8月17日に家康は、 上杉家の存続を許したが、合図など90万国を没収して、では米沢30万国へ減放した。慶長6年、1601年8月24日、継承に代わって、関ヶ原の戦いで東軍に組みした、ガモウ秀行が60万国で入部した。この画像は、東軍の中では、トップクラスであり、性質が家康の娘ということが作用したと言われる。 秀では失勢に津川城代二万国の丘重政を任命したが、これが原因で以前から続いていた家中内粉が再燃した。特に三春城代のガモウサなりに至っては丘と激しく対立して、ついには出奔するほどだった。慶長16年1611年8月21日には、藍津自身が藩内を襲った。震源地は柳津町。 滝や付近でマグニチュードは7と推定、若松城天守の石垣が崩れ、天守は傾き、城下町では2万戸余りが倒壊、死者は3700名に上り、山崩れのために23の村が没死したという。秀では、家中内粉と地震のためか、この地震の翌年5月14日に30歳で死去した。後を継いだのは、秀でと織姫の間に生まれた長男の忠里で、 忠里は、寛永元年、1624年に、将軍、家光、重慶帝、大御所秀忠を、江戸屋敷に招くなど幕府との関係を強化した。一方、藍津領内の参勤は、ガムや西風時代に前世紀を迎え、280万両の採掘が行われた。しかし忠里は寛永四年、1627年に25歳で、若くして休止する。 忠里には、子がおらず合図カモ家は海役となったが、母が徳川家康の娘であるため、同母邸で、出羽上の山藩主の忠友を当主として、伊予松へ十四万国で憲法されて、ガモ家の存続は許された。しかし忠友もこの七年後に子がないまま三十歳で、休止している。寛永四年、1627年、七年、忠友と入れ替わりで、 伊予松山から加藤義明が倍の数像の40万国で入部した。義明は豊臣秀吉の下で、静ヶ岳の七本槍の一人に数えられ、朝鮮出兵では水軍の将として活躍し、関ヶ原の戦いでは本戦で東軍の将として武功を立てた優勝である。この抜擢は、遠赤のガモ受けに代わる王の陳述に信頼に至る。 人物は誰かと迷っていた大御所集が最初は、東道高虎を選ぼうとしたが、高虎が辞退して、吉明を推挙したため、秀忠は吉明を合図に加造して入れたという。ただし所領が倍増されたとはいえ、すでに吉明は六十五歳の高齢の上、伊予松山で反省の基礎を固めていたことに加えて、温暖な瀬戸内から寒冷の合図盆地への違法は、嬉しいことではなかったと言われる。 吉明は、積極的に藩内の整備を行い、白川街道の整備、ガモウジが名付けた日野町、日玉村を、日を連想させることから甲賀町、福永村と改名するが、道中場で、寛永8年、1631年に死去した。第二代藩主は、着死の秋成が継ぐ。だが、寛永13年、1636年の江戸城、 鉄大武神における堀の改作費用、ガムウヒレユキ時代の地震で傾いていたままだった、自らの巨城赤松城の天守を古僧へ改める工事、出丸工事など、多額の出費が相次ぎ、加藤家の財政は逼迫した。このため加藤家は領民にかける年貢を厳しく取り立て、官営19年、1642年から翌年にかけて基金がハムを襲った際、 農民2000人が土地を捨てて他藩に逃げる騒動にまで発展した。また、秋成は、その激しい気象から吉明の時代からの過労である、堀モンドとの対立を引き起こし、寛永16年百6 3 9年4月には、堀が一族304人を引き連れて、若松城に向けて発砲し、橋を焼き、足の弦の関所を突破して出奔して激怒した、秋成が血眼子になって、 門戸を追うという五家騒動、合図騒ぎにまで発展した。門戸は幕府に嘆願してまで、高野山に逃げ込んだ。秋成は、門戸の身柄引き渡しを求め、寛永十八年、1641年進退に、急した門戸は、高野山を降りて三月に、江戸に赴き、城の無断改築や石書の勝手な新設などなな、過剰を挙げて、秋成を幕府に訴え出た。しかし将軍、 家光自らの祭壇により、主に火があるのは認めたが、それを勇めずあるいは自らの生命をもって監視せず、地下に背いて、訴え出るのは義に外れており、火はモンドにあるとして、モンドの身柄は秋成に引き渡され、激しい拷問が行われて、モンドは殺害された。寛永二十年、百四十三年五月、秋成は幕府に合図四十万国を返上し、 幕府はこれを受けて、加藤家から所領を没収して、改役としたが、秋成の着手名誉に、岩見吉永藩一万国を与えて、家の存続は許した。この際に、加藤家の師藩に本末藩も改役されており、幕府は、合図騒動や悪性が原因で改役したとされている。加藤氏改役後の官営へ20年、1643年。 出羽山形藩より3万国家族の23万国で、星名正幸が入部し、以後藍津藩は、藍津松平家、星名屋の支配が定着する。藍津松平家は幕末までに内高は40万国を突破して、表高より内高が下回ることすらあった徳川後三家の三屋の三戸藩より実収入が多い藩となり、藩の軍事力もこれを上回っていた。また、 南山奥来り領五万国も預かり地として任されたが、実質的には合図半量同様に扱われており、実質二十八万国と言ってよかった。二十八万国では、五三矢の水戸半を超えてしまうことからの配慮の多であると、される。星名正幸は、第二大将軍、徳川秀忠の楽院で、第三大将軍、家光の異母帝である。 家光の信頼を受けて惑星に重きをなした。家光没後、十一歳の着信越綱が第四代将軍になると、正幸は、叔父として、貢献を務めた。正幸は、大量として、江戸で惑星を統括したため、合図に帰国したのは昭法四年、1647年と晩年の数年間のみであった。この間、正行は幕政において、 明暦の大化における対策で敏腕を発揮しているが、反省でも手腕を発揮して、正幸の時代に合津藩の反省はほぼ確立された。なお、正幸は山形藩主時代に星岳の家宝類を星岳の血を引く星名商邸に譲って、徳川はじめ門として認められており、正幸は幕府より青い門の使用と松平政を称することを許されていたが、 正行は、星名家の恩義と家臣に対する心情を思い合って、辞退した。正行の没後、藩主の座は、この政計、そしてその弟の正方が継いだ。正方の時代に生を松平に改めて、青い門の使用も許され、名実ともに、徳川はじめ門としての合図松平家が誕生した。この時、歴代藩主の通じも、星名家の生から、ように改められることになった。 価格は、審判、五家門で、家門は、藍津青を用いた。旗印は、漢字一文字で、貝である。第四代藩主の姿定の時代である寛炎二年、1749年に、不作と厳しい年貢増長を原因として、藍津藩最大の百姓一揆が勃発する。藩は鎮定する代わりに、年貢減免、首謀者の処刑と入牢などを行っている。 法歴年間における、藍津藩の財政事情は、借金が36万4600両であり、毎年4万2200両の返済を迫られていたが、財政的に返済は困難であり、藩は、農政改革や年貢を上面法に改定するなどして、対応するが財政は好転せず、かえって藩の借金を40万両に増やすことになった。明和年、年には、 財政再建を任されていた、イブカモンドが、放録や、借金問題から藩を捨てて逃亡するという事件まで、起こっており、その後も手形の発行などを繰り返すという自転車、創業状態で、藩借金は、総額57万両にも及び、合図の藩財政は、実質的に破綻しているに近かった。第五代藩主片ノブは、財政危機に対処するため、 家老の田中玄斎を登用した。玄斎は、星名正幸の名家老と称された、田中正春から数えて六代目にあたる人物である。玄斎は、植産工業政策の導入と、農村復興、教育の革新による優位な人材の登用や、役人の不正の処罰、強権主義による刑罰制度の改正など大規模な反省改革を断行して成功させた。 田中玄西の晩年、彼を用いた、片信の死後、後を継いだ姿獣が創生し、わずか3歳の姿衆が第七代藩主になるという事態になった。玄西は、自らも、老齢で、姿衆を見守ることはできず、また姿衆が溶接することで、合津松平家が断絶することを恐れ、水戸徳川家の出身で、三野高祖藩の養子になった。 松平義和の三男東三郎を、姿中の側室の子としてもらい受けることで対処した。姿田衆は、現在の死から14年後に20歳で死死に恵まれずに死去したため、現在により生前に一万一の事態のために、用意されていた東三郎がかたたかとして、第八大藩主を継ぐこととなった。このため、星名正幸の血統は断絶したが、 アイズ藩は断絶の危機を免れた。なお、カタタカもケイに恵まれなかったため、老いのカタモリを、婿養子にして、後を継がせている。第八代カタタカは、養子藩主であったが、英明な藩主で申請して、改革を行い、幕末におけるアイズ藩の基礎を築き上げている。カタタカは、カエ五年、1852年2月に死去し、カタモリが、 第九大藩主を継いで幕末の動乱期を迎えた。安政六年、1859年、北方警備のため、徳川幕府から根室、門別を譲渡される。文久二年、1862年うるう8月に、片森は京都市御職となり、さらに新選組を帰下に置いて、新選組は、その後合図戦争まで、合図藩の霊下にあった。 藍津藩主ともども尊上橋氏の取り締まりや京都の治安維持を担った。文久三年、友好関係にあった薩摩藩と連携して、朝廷に強い影響力を持っていた長州藩を8月18日の政変で追放する。その後に行われた三ア会議では、薩摩藩主、島津久光が提案する公部合体論に賛同するなどしたが、久光と将軍公権職。 徳川義信の対立によって会議は破解した。当時、片森は京都守護職を退いていたが会議崩壊後に復職し、片森の実定で京都諸市大に任命された松平定明、桑名藩主、近利御守衛総督に任命された徳川義信と連携して政局を動かすほどの立場となった一衛総政権。一方で、 西南遊藩の国政参加も阻止したため、これまで友好関係にあった薩摩藩とも対立するようになった。現時元年8月、昨年追放された長州藩が挙兵したため、合津藩も出陣して、京都で睨み合いとなる、金門の変。合津藩は浜栗五門で、長州藩兵と戦い、敵の突破を阻止した。後に片森は、合津藩を頼りとしている旨が記された。 ご神官を公明天皇より賜った。変後、長州藩の処分を求めて二度の長州征伐を主導した。完全な武力討伐となった第二次長州征伐では京都の守備を担当する。しかし、出兵した幕府軍は各地で長州軍に撃破され、さらに将軍、徳川家持が大阪城で病没する事態に見舞われる。不利を判断した。 徳川義信によって、停戦となったが、政党側の城と領土が逆に占領されるなど、事実上の敗戦となった。慶応2年12月、1867年1月に、二、公明天皇が崩御。慶応3年10月14日の大政奉還により、江戸幕府が消滅。慶応3年12月9日には、薩摩藩、尾張藩、越前藩、土佐藩、 芸州藩のご藩による政変が起こり、王政復古の大号令が発令されて、新政府が誕生した。従来の新幕府派であった区下が排除され、王政復古前に復権した長州藩が新政府に加わるなど、今度は藍津藩が追放される形となり、大阪城に退いた。そのやり方は皮肉にも、かつて、長州藩を追放するために起こした8月18日の、 政変と同じものであった。慶応四年、とは、伏見の戦い、母親戦争が勃発すると、桑名藩や旧幕府軍と共に薩長を中心とする、新政府軍と戦ったが敗北。この戦の結果、朝廷は、藍津藩を、朝敵とした。その後の東北戦線において、藍津藩は奥越列藩同盟の支援を受け、省内藩と、海上同盟を結ぶなどして、 新政府軍に抵抗したが、藍津若松城下での戦い、藍津戦争に敗北して降伏した。近年では、列藩同盟総裁中将の役職に、松平片森がついていたとする説もある。なお、母親戦争の直前及び交戦中には、省内藩と共に、当時のプロイセン王国に対して、中日大理行し、マックス・フォン・ブラントを通じて、エゾ地、 北海道荷物所領の割譲を提案し、その見返りとして、兵器、資金援助や軍事介入を得ようとしていたことが分かっている。降伏により、会津藩領は、会津松平氏から没収された。藩主の片森は、鳥取藩預かりの金庫刑となった。明治2年、1869年に片森の着難、片春は、加盟存続が許され、 道の区国都南、現在、青森県むち市に都南藩を建てた。また、藩市数名はカリフォルニアに移民した。一方、廃藩地権を前に、合津藩の給料は明治政府民政局による直轄地とされ、若松城下に明治政府民政局が設置された。明治四年七月十四日、1871年、新歴8月29日の廃藩地権では、 藍津地方は、若松県となったものの、明治9年、1876年8月21日には、福島県1876年以前、旧日本松藩などと、岩前県、旧の岩北平藩と、中村藩とが合併され、福島県に入れられた。片森の家系からは、初代参議院議長の松平常を、陽人氏新納妃、節子府氏。 福島県知事の松平伊佐夫や、現、徳川宗家当主、徳川常隆が出ている。元白虎太平氏の山川健次郎は、戦後にアメリカへの国費留学生に選抜され、イエール大学で物理学の学位を取得して帰国している。帰国後に、日本人として初の物理学教授になった後に、東京帝国大学、東京大学の前身に登用された。 その後に、理科大学長、総長、九州帝国大学、九州大学の前身初代総長、私立明治専門学校、九州工業大学の前身総裁、京都帝国大学、京都大学の前身総長、旧正武蔵高等学校、武蔵中学校、高等学校の前身校長、貴族院議員、数密顧問官を歴任するなど徴用された。 藍津藩は日本初となる老齢年金制度を創設した藩であった。開始されたのは漢文三年1663年で星名正幸の時代であり、正幸は藩内の九十歳以上の老人に対して金銭ではなく米で一日五号、年間では約一国派と米俵で四票半、約二百七十キログラムを支給した。 当時の合図藩で90歳以上の高齢者は、町人で、男子は4人、女子は7人、村方では140人と合計すると155人、以上を折り消して少ない府ではない。また、正幸は支給すべきものが高齢なため、歩行できたりする健常者は自ら支給を受け取りに来るよう命じたが、健常者でないものは小山子が受け取りに来ることも認めていた。 星名正幸は協作による基金に備えて、明暦元年1655年に、社窓制度を開始した。これは、藩で米を7000秒余り買い入れて、拡大艦に預け、翌年から通常よりかなり定率の2割の利子で、困った百姓に貸し付け、その利子で年々蓄えるべき米を増やして、協作の備えとしたのである。また実際に基金が起こり、病人や工事人足 日田開発者や火災被害者などには無償で提供する例もあった。星名正幸は各村に車窓と呼ばれる蔵を創設して収納し、備蓄米は最大で5万秒になり、寮内の23箇所に車窓が建設された。919000国、1590年から1598年120万国、1598年から1601年、戸様60万国、 1601年から1627年、戸山40万国、1627年から1643年、審判23万国、1643年から1868年、合図藩では過労を出す家柄を三屋、北原、内藤、田中、六屋、柳瀬、西郷、高橋、小原、いぶか、三宅かじと呼称する。戸波藩は、明治2年、 1869年11月3日に、松平片森の着難、片春に、加盟存続が許されて成立した、七個藩を挟む、形で原青森県の東部にあった藩である。合図藩を没収された、合図松平家は、改めて元森岡藩、南部藩領に設置された、旧三個県52,339国のうち、北軍、三個軍、二個軍内に三万国を、 与えられて立藩した旧三古県の残部は江差市県に編入。都南藩に与えられた孫洲国高は明治四年に青森県から大倉省へ送られた文書によると以下の通りである。ただし旧合図藩市四千七百名余りが謹慎を説かれたのは翌年の明治三年千八百七十年一月五日のことである。当初は三古藩と称していたが、 明治三年六月四日付の七子藩宛書館に、なおなお藩名と南藩と書へ、交換、以来はう藩名日及び五県合行とあり、名称を都南藩と改めた。芝五郎によると、都南は、藩詩の北都稲南,南、三河州、北都西より、南は南門の治める州から取ったもので、この説が広く受け入れられているが、該当する古典藩詩が存在せず、会津藩市� 秋月定次郎が、帝王元年、1865年に、江戸へ左遷された際に読んだ、東府都市伊南南、三角州との類似が指摘されている。一方当時都南藩の王族として、藩政の中枢にいた、竹村俊秀の、北下日記には、都南と派外南部の言いなりと記されており、当初、外南部の略称に過ぎなかったものを大二名分に、立って、北伊南の、 意義づけが行われたとも解釈される。また、河西富雄は、南、すなわち、薩長政府とと、東湯という意味が隠されているという句伝を紹介している。同年四月十八日、南部に移住する者の第一人として、倉沢平次衛門の指揮のもと、第一人三百名が八戸に上陸した。藩主となった松平片春は、藩主の富田重光の懐に抱かれて、 籠に乗り、五湖に向かった。九五のヘダイ干が、最初の班長になり、後に、現在の青森県むつ田辺の円通寺に移った。また、北海道尻辺四国の歌すつ、瀬田ナ、ふとる及び、胆ぶ国山越えの、計四軍も七となった。実際に入職したのは五十個余り、二百二十、四人であった。明治三年うるう十月までには、旧藍津藩市。 約2万人のうち、4332個1万7327人が、都南藩に移住したが、若松県内で機能したもの約2000人をはじめとし、残りは続席を平民に移した。都南藩の表高は3万国、内高は3万5000国であったが、半量の多くは、火山灰地質の玄関不毛の地であり、実際の税収である、収納口、 原は七は三百八十国に過ぎなかった。森林は豊富であったものの、隣藩のように林業を有効活用することができなかった。また、南部藩時代からもともと住んでいた約六万人の領民との圧力も生じた。とりわけ、下北半島に移住した旧藍津藩氏は苦しい生活を強いられ、その時の体験は柴五郎によって語られている。その後、 都南藩は明治4年1871年7月14日の廃藩地県で都南県となり、その際都南県小三寺広沢安東らによる明治政府への権限により、同年9月4日に広崎県、黒井県、七戸県、八戸県、立県の合併を経て青森県に編入され、都南の地名は消滅した。また、二古群の一部は岩手県に編入された。 青森県発足時点では、合図からの移住人員17,327人の、うち3,300人はすでに他地域への出稼ぎで、離散してしまっており、青森県内には14,4000人余りの都南藩、子卒族が残留していた。その後も、廃藩地県による旧藩主の状況により、移住してきた者の創籍、離散が相次ぎ、明治7年。 1874年末までには約1万人が合図に帰郷している。当地に泊まったものでは明治5年、1872年に広沢らが日本初の民間様式牧場を開設した、保、入植先の個長、町村長、委員、教員となった者が多く、子孫からは北村雅や元青森県知事をはじめ衆議院議員、軍長、県会議員、 市町村長や青森県内の各学校長などが出ている。片春は明治十七年、1884年施釈となり、家族に列した。文政年間の江戸藩邸は、上屋敷は和田総合門内にあり、中屋敷は玄助邸海手に、下屋敷は三立な坂にあった。また江戸での菩提寺は、下屋の臨済州大徳派八院の縁、三山弘の理事で、 加賀藩や日立国や田藩も、江戸での菩提寺として使用していた。上記のほか、京都守護職の薬治療が、河内国河内郡、八村、佐々原郡、十三村、まむた郡、一村、片野郡、八村、若江郡、六村、泉国南郡、四村、ひね郡、十五村にあり、河内国内は河内県、泉国内は堺県に編入された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。